これは誰の足と声でしょうか？クイズ。こんにちは、キュアンジュだよ。今から私たちプリキュアがこんな風に足でボタンを押すので、遊びに来たよ。誰の足と声か当ててみてね。今のはキュアンジュ&サーヤの足と声でした。花だったらキュアエール、サーヤだったらキュアンジュ、オマレだったらキュアエトワールの足が出てくるよ。一体誰の足と声なのか当ててみてね。引っ掛けがあるかもしれないから気をつけてね。全問正解できた人はコメント欄に全問正解できたよって書いてくれると嬉しいな。それじゃあ誰の足と声でしょうかクイズ。クイズに答える準備のできた人はグッドボタンを押してね。みんな準備できたみたいだね。それじゃあスタート。これは誰の足と声でしょうか。ラビアがるおっきい。いらっしゃいませ、レストランへようこそ。うわぁ、綺麗な足。もう一度聞いてみよう。黄色いお花はあるかな。もうすぐ病院行かなくちゃ。今の足と声誰かわかったかな。答え合わせ。今の足と声は、そう、キュアエトワールでした。わかった人マジすごい。それじゃあ次の問題。これは誰の足と声でしょうか。あ、足が見えてきた。この足見たことあるね。声は、お料理しよう。あ、この声は、この足と声はもう一回聞いてみよう。素敵なお花が揃ってますよ。おにごっこしよう。もうみんなわかったかな。この足と声は、そう、キュアエール。私の足と声ってわかったかな。ちょっと簡単すぎた。それじゃあ次の問題。これは誰の足と声でしょうか。足が見えてきた。この足は、声も聞いてみよう。みんなでレストランへ行きましょう。この優しそうな声はもう一度聞いてみよう。何を着ていこうかな。もう一度、青いお花が欲しいな。もう一度、みんな、これが誰の足と声かわかったかな？正解は、そう、キュアアンジュでした。私の足と声、わかったかな？次は最後の問題だよ。ちょっと難しいかもしれないから、誰の足と声かじっくり見て、じっくり聞いて当ててみてね。最後の問題、これは誰の足と声でしょうか？足が見えてきた。一体誰の足だろう。声も聞いてみよう。今の笑い声、誰の笑い声だろう。もう一度聞いてみるよ。遊びに来たよ。もう一度。もう一度。この笑い声は、青いお花が欲しいな。あ、この言葉さっきも聞いた気がする。早く元気になってね。何を着ていこうかな。この足と声は、キュアアンジュでした。さっきとちょっと違うから騙された人もいるんじゃないかな。全問正解できたよっていう人はコメント欄に全問正解したよって書いてね。全問正解できなかった人も何問正解できたか書いてくれると嬉しいな。面白かった人はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくね。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね。バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。遊ぶゲームの画面で
チャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリ。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうすると、アソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。